グレン・マーカットさんは個人住宅を中心に多くの作品を手掛けてきました。シドニーで建築を学び、1969年に個人事務所を開設。妥協のない仕事をするため、事務所にはスタッフを置かず、一人で活動を続けています。I pushed the pencil all over the place, all the time analyzing where does the wind coming from, where is the sun coming from. コンピューターを使わず、鉛筆一本で設計に取り組むマーカットさん。出世作のマリーショート邸は高床式の家屋で、日差しや風の向きなどを調節できる構造になっています。作品はすべてオーストラリアにあり、自然と調和した持続可能な生活空間を生み出しています。 Australian landscape is critical to me. I want to minimize the damage to that landscape. It was very important toWork with the landscape, not against it. マーカットさんは住宅だけでなく、オーストラリアイスラミックセンターなどの公共施設のプロジェクトにも携わり、国内外から高い評価を得ています。2002年には建築界のノーベル賞といわれるプリツカー賞を受賞。オーストラリア初の世界文化賞受賞者です。建物は作り出すものではなく発見するものと語り、母国オーストラリアの大地を見つめながら豊かな空間を提供しています。